牧師登場は、長野県長野市新州新町牧屋島にあった、日本の城。以前は、牧城という城であった、長野県指定史跡。追記念は不明で、鎌倉時代にこの地を領した高坂市により、築城された。高坂市六代目の高坂新閣や越後の上杉、兵庫助が、県武三年に、南朝方として、中仙台の乱で挙兵し、村上市や高梨市など、 北品野の,の北朝方と1月と6月に激しく争った。戦国時代の当主、高坂宗重は、武田信玄に侵入し、工治2年に信玄の命により、羽西名軍に移り、代わって、馬場信春が、牧城に入城した。牧師登場は、A69 年もしくは A64 年、武田信玄が牧城の一部に、牧師登場を、馬場信春に気づかせ、上代とした。 天正3年5月21日に、信春が、長篠の戦いで戦死した後は、信春のこの馬場正房が城代を引き継ぎ、上尾城主、平林正常も、武田勝頼の命で在城した。天正10年2月の小田氏の信濃信仰では正房は、深市城において、小田長松に城を明け渡しており、後に、小田氏により処刑されたとも、戦死したとも伝えられる。 武田氏が滅亡し、同年6月の本能寺の変後に発生した、天正神後の乱では、越後国の上杉陰勝支配下の属上になり、深市城の小笠原上京に対抗するため7月26日に、芋川近政が上司となった。そして、慶長3年継承の藍水位法後は、海津上司、田丸直重、げ、森忠政、松平忠輝らの属上となった。現那2年。 ただてるが開役されるとともに、牧師登場も廃場になった。彫跡、ドルイ跡と,とともに残された千人は姿や三日月彫り、丸馬出しなど、公衆流追記述の特徴を現在に伝えている。付近には小規模ながら、町並みがあり近世大名の城下町の原書の姿が示されているとされる。1966年県史跡の指定を受け、その10年後に公園として、 大規模に整備された。また、不幸時の前には、薪状跡の石碑が残り、高坂市の館跡であったことを伝えている。ありがとうございます。